Thank you.
あ、すいません。今日はお休みで。あれ、秋代？どうしたの？あれ、私、トワンチで待ち合わせって言わなかったっけ？話？まだ学校じゃない？途中で寄るって言ってたけど、何？どうしたのよ。なんか気を変だよ。私、この本は。何なのよ。もう、何なのよ。だからミカ、この本嫌いって言ったじゃないか。どうしてよ。おーちゃんさっきからなんか変だよ。真面目っぽい顔なんてしちゃって、全然似合わないのに。ミノルちゃんもなんか変？なんなのよ。じゃあ読んであげるから、おーちゃん今度ミカに美味しいものおごってよ。秋代、あれって。そうね。あ、トワはどうする？呼ぶ？そうね。私が電話しとくよ。ミカ、わけわかんないよ。どういうことなの、これ。
ほとんじゃわかんないよ。なんでミカたちのことが本になってるの？でも、偶然って可能性だってまだあるわよね。だってこんな話誰だって書けるでしょ。どうして断言できるのよ。ペンネーム？って作者名？ひととせさつき？あきお、誰だか知ってるの？どういうこと？メイ？おーちゃん何言ってんの？いまいち、確かにそういう解釈できるかもしれないけど、少し強引、こじつけって気もする。もう一つ？でもそれって人とせ神社から取ってるんじゃないの？悟りの伝承を伝えてるわけだし。もったいぶらないでよ。ちょっと、まさか。何？何がまさかで、多分なの？夏。
ちゃんとトワちゃん？秋吉だよ。秋吉ほなみ。でもまさか。うん、それくらいわかるよ。お母さんの旧姓はね、白雪。ああ。雪が冬？でも待ってよ！それってつまり、私たちのお母さんと、トワのお母さんが知り合いってことになるんだよ！そうなるよなって、冷静に言わないでよ！もう、私わけわかんないよ。だって、お母さんそんなこと一言も言ってなかったんだよ。そんなの信じられないよ。スイカいっぱいくれた時だよね。自己紹介したんだよね。名前言って、そうしたらみんないい子なのがわかるよって。不思議なこと言うなって思ったから覚えてた。え？あれって思うだろうね。聞いたことあるよ。沢さんの輪はトワちゃんの輪なのって。
たのは王ちゃんのお母さんって。そして、トワのお母さんと私たちのお母さんは知り合いだった。知ってるのかな、このこと。ひとっとせさつきって書いてある。あきおちゃん、知り合い？ミノルちゃんとミカちゃんは知ってるかな？そっか、誰なんだろうね。するね。ミカも。私たちに？わからない。私覚えてない。ミカも思い出せない。Thank you.
のかな。私はいろいろ思い出ごちゃごちゃになっていて、よくわからないけど。ミカ、考えようとするとぼんやりするんだよ。でも、あの冒険の日のおっきな夕日は覚えてるよ。その後は…ミカ、ぼんやりしてる。言えば日高、言ってたよね。うん、あいつ明夫に言ってたじゃない、記憶のない記憶もないのかって。もしかして私たち、本当に何か記憶を失っているの？ミカ、なんだか怖くなってきちゃったよ。この本の続き、お母さんは知ってるのかな？ほなみさん、何時に帰ってくるの？ううん、お母さん、今日は泊まりがけ。明日にならないと帰ってこないのよ。どこ行ったの？さあ、誰だかに会うって言ってたけど。そうか。じゃあお話聞くのは明日になるね。そうだね。ミノルちゃん、自分のお母さんのこと信じないでどうするの？うん、分かってる。ありがとう、アキオ、ミカ。
うちに泊まるの初めてだよ。なんかすごく嬉しいね。話？そう、でもそれはあとね。まずはご飯作りましょう。やった、早く作って。ミカもうお腹ペコペコで動けなくなるところだよ。何言ってんの、ミカも手伝うの。おーちゃんだけ遊んでるなんてずるいじゃん。明夫は後片付けでしょ。ミカ後片付け嫌い。だったら料理のお手伝いする。